ただいまより株式会社コラボス2024年3月期第2四半期決算説明会を始めさせていただきます。本日はお忙しい中、当社の決算説明会にお時間を割いていただき、誠にありがとうございます。それでは早速ですが、まずはスピーカーをご紹介いたします。株式会社コラボス代表取締役社長の茂木隆夫でございます。 株式会社コラボス代表取締役副社長、青本正人でございます。本日の流れですが、まず2024年3月期第2四半期決算対応と、2024年5月10日に開示した中期経営計画の進捗を代表取締役社長、茂手木より説明します。その後、皆様のご質問をお受けさせていただきます。 なお、ご質問についてはチャット欄ではなく Q&A 欄にご記入ください。説明の途中でも投稿は可能となっております。なお、送信時にチェックをいただくことで匿名でご質問いただくことも可能です。また、本日の決算説明会で使用する資料の URL をチャット欄に投稿いたしますので、各自ご参照くださいませ。それでは、社長、お願いいたします。 はい株式会社コラボス代表取締役社長の茂木隆夫でございます。当社はコールセンターシステムやマーケティングシステムを開発して、クラウドサービスとして提供している会社でございます。企業とエンドユーザー間のコミュニケーションデータをシームレスにつなげて、ストレスフリーで無駄のないコミュニケーションを可能にすることで、社会に貢献していきます。本日はこちらのアジェンダでご説明をさせていただきます。 まずは第2四半期の決算概況をご説明させていただきます。こちらは第2四半期の損益計算書です。まず、売上高は前年同期比で6300万ほど減少しました。コラボス本や新サービスにおいて新規獲得はあるものの、コロナ関連のスポット公共案件の終了等によりまして減少となっております。<laughs> コラボス本や新サービスのブルーム、 グロスについては、大型案件の獲得により売上高は増えておりますので、これらのサービスの売上を加速させたいと考えております。次に、売上減価については、前年同期比プラス7000万となっております。新サービスブルームやグロースのソフトウェア消却費、エニープレスのバージョンアップコスト、エネルギー価格高騰に伴うコスティング費用の増加によるものでございます。 販管費につきましては、前年同期費でマイナス800万となっております。賞与の減少、本社移転に伴う家賃の減少、オフィス資産の減額償却費の減少等によるものでございます。以上の結果によりまして、営業損失は7700万円となりました。営業外収益として、当社システム開発における外部委託の開発支援に伴う一部負担金1700万円、 が発生ししたたこととにより、り損損失失はは万円円なりました赤字の要因は主に3点あり、1点目はコロナ案件関連の案件が終了したこと、2点目は新サービスのリリースが遅延したこと、3点目は新サービスリリースによるソフトウェア証券が開始したことによるものです。 新サービスについては、売上貢献が遅れておりますが、8月にブルームをリリースし <coughs>、失礼いたしました、8月と9月のわずか2ヶ月で導入者数は6社、9月末の契約数は275チャンネル獲得できておりますので、今後、受注数を加速させていきたいと考えております。 こちらは各サービスの売上高の割合の推移です。売上高の約66%はエニプレスによるものですが、近年の傾向ではコラボスンや新サービスブルーム等を含むその他の割合が高まっております。続きまして、こちらは電話系サービスの KPI の推移です。エニプレスはコロナ業務の減少は いや電話以外のチャネルの増加によりまして前期比で売上高及び期間平均契約数ともに減少しておりますコラボ層につきましては他社とのシステム連携や,連携や協業シンプルで低価格なサービスということもあり新規案件が増加し売上高及び期間平均契約数ともに増加しております 続きまして、こちらは2つの CRM の KPI の推移です。主に電話サービスと組み合わせてご利用いただいておりますが、インバウンド向けもアウトバウンド向けも、特にコロナ関連の減石が大きく影響しまして、売上高および期間平均契約数ともに減少しております。その他に関しましてですが、新サービス、ブ l o o m はリリースが遅延しまして、 本年8月に提供を開始しておりますので当初の予定より売上貢献が遅れている状況でございますその他サービスの売上高全体の売上としましてはグロースブルームアミボイス等の新規案件の格闘によりまして売上高は5500万円となりなり前年同期比で21.1%増加しております 次に、えー、営業利益の分析に参ります。前の第 2, 四半期から第2四半期から何が増えて何が減ったかが分かるグラフと図となっております。営業利益はプラス4700万円からマイナス7700万円となりました。まず売上高ですが、えー、先ほどお話し,しましたようにマイナス6300万円前期です、ね、となっております。<laughs> コラボス本当その他サービスと業務効率化サービスは増加しておりますが、エニプレスの減少幅が比較的大きく、CRM CR 関連も減少しております。続きまして、売上原減価は増加しておりまして、新サービス、グロースやブルーム、こちらのソフトウェア焼却、償却費が増えております。 また、エニープレスにつきましても1100万円増加しておりますが、これは既存顧客への高付加価値化および安定供給を、安定的なサービスの供給ですね、これを実現するためのバージョンアップに伴う設備の増強やエネルギー価格高騰に伴うホスティング費用の増加等によるものになっております。 販売費につきましては、前年同期より800万円減少しております。減少要因としては、賞与の減少、本社移転に伴う家賃の減少、前年に本社移転に伴う資産状況債務の見積もり変更の減価償却費の増加があったことによりまして、全体的に減少しております。全体的には、販売費のコスト抑制はあったものの、 コロナ案件の終了、新サービスの売上貢献遅延、新サービスのソフトウェア焼却開始によって赤字となっております。こちらは前年度末と比較した貸借対照表です。総資産は3億7 1 0万円増加し、26億1万円となっております。主な要因としましては、現金及び預金の増加、 開発投資、法改正対応に伴う社内システムのバージョンアップによる無形固定資産の増加、リース資産の増加、これらがあった一方で、売掛金の減少、未就還付法人税等の減少によるものでございます。負債は4億1200万円増加して、7億3900万円となっております。主な要因は、長期借入金の増加、リース債務の増加によるものです。<laughs> 純資産は利益上益の減少によりまして、4100万円減少し、18億6100万円となっております。こちらはキャッシュフロー計算書です。営業活動の結果、得られた資金は1億1000万円、投資活動の結果、支出した資金は2億7900万円、財務活動の結果、得られた資金は2億6800万円となっております。 これは長期借り入れによる収入に,収入によるものでございます。なお、現金等の期末残高につきましては、全期末比9800万円増加して13億5200万円となっております。続きまして、通期の業績予想にまいります。 2024年3月期の通期の業績予想は、新サービスのリリース遅延による影響、また既存サービスのバージョンアップや新サービスの格安に向けた施策コスト、これらを見込んでいることから、売上高および利益について、前回発表予想を据え置くこととしております。投資家の皆様には、今期赤字予想と、 させててていいただおおおりりまますすので大変ご心配おかけしております今期は当社にとって非常に重要な新サービス、ブル o o m を8月にリリースし、かつそのソフトウェア集客を開始した時期でもあり、先にコストが多く出て売上貢献が遅れていることか,ことから赤字要素となっております。えー先 実の11月9日10日に池袋で大規模なコールセンターの展示会がございましてそこで当社は自社ブースとセミナーを実施しましたがかなりの新規リードも獲得できておりますので必ずや投資を売上につなげてまいりたいと考えております最後に2023年5月10日に開示しました新しい地域経営計画の 進捗状況についてご報告いたします。<laughs> 今後3年間の売上高目標は、1年目24億円、2年目27億円、3年目31億円と、平均成長率約10%の、えー、を目標としております。営業利益は1年目マイナス1.8億円、2年目プラスの0.5億円、3年目プラス3億円と、 来期からプロジェ転換をしていくことを目標としております <laughs> また成長戦略としましては2つの戦略を柱としており1つ目は当社の売上高の約7割を占めるエニプレスの安定成長です具体的にはエニプレスのシステムバージョンアップと作業の自動化、生産性の向上によりまして3年間で売上高は15億、16億、17億を目指しております <laughs> 2つ目は主にエニープレス以外のサービスとなります。3年間で売上高は9、11、14億を目指しております。今後のコールセンターシステムは、労働集約的な人による対応から自動化が加速して、また、<coughs> 蓄積したデータを広告配信等につなげるマーケティング機能を搭載型へと変化していくことから、 AI やマーケティング活用を強みとした新サービスで飛躍成長を目指してまいります。え、二つの戦略のうちの一つ目、エニプレスの安定成長の進捗です。<laughs> こちらは第二四半期の実績で売上高7.22億円となり、中継1年目の売上高売上高目標15億円に向けて主に以下二つの施策を進めております。 一つ目は、付加価値の高いサービスへの転換です。<laughs> 具体的には、顧客の要望である新機能、及び拡張え、さらに基盤の強化、あシップ対応や、他システムとの連携の強化、これを実施しております。今後については、主に大型の既存顧客から順次新興関係の移行を実施,実施していく予定です。二つ目は、 作業の自動化、効率化、これにより利益の最大化を目指しております。具体的にはお客様みずら設定変更を完了することができるツールのバージョンアップや、顧客とのやり取りをスムーズに行うポータルサイトの構築、FAQ 等の充実を進めております。<laughs> 次に、えー、2つ目の戦略ですね、2つのうちの。 独自サービスの飛躍的な成長ということの進捗状況になります。こちらは第2四半期の実績で売上高3.8億円となりました。<laughs> 大きく売上が伸びているサービスとしては、この夏リリースしたブルームやグロースです。ブルームの売上高は前年同期で300万円増加。グロースの売上高は前年同期で500万円増加しております。引き続き中継1年目の売上高目標9億円に向けて、 主に以下1つ目は AI コールセンター PBXCTI システム、g ル、えームで徹底してシェアを獲得,獲得することです。2つ目はマーケティング活用型サービスであるグロース、ゴールデンリスト、ウズで新規市場を開拓するというもので、<laughs> ゴールデンリストは11月に大型バージョンアップを完了しており、データ加工作業の自動化や スピードアップなど機能もかなりアップしておりますまたこの冬にはチャット GPT と連携可能でコールセンターに集まる顧客の声を分析し反則活動に活用できるウズをリリース予定です最後三つ目は全サービスの連携と統合による、えー、競合の量がでございまして十一月にコラスクとグルームの連携をスタートさせております 2つの成長戦略のもと、3つの販売拡大の取り組みを実施することを中期経営計画で掲げておりまして、進捗としては次のとおりになります。1つ目の取り組みは、営業の組織体制の強化です。これにつきましては、1つの商談で最大12サービスの販売機会議の創出ができるため、営業のスキルの向上と営業資料のリニューアルを実施しております。 二つ目の取り組みはオンライン集客の強化でございます。これについては他社と共催したオンラインセミナーにより、特に7月と8月はウェブからのお問い合わせ数を多く獲得しております。最後三つ目の取り組みは販売パートナーとの協業、競争でございます。これについては現状の5社に加えまして2社追加させていただいております。1社目は AI クロス株式会社で販売理店契約の締結と コラボスフォンと AI クロスの SMS サービス、絶対リッチ SMS との API 連携を開始しております。2社目は、株式会社ワンワールドとの販売協力に関する契約を締結しまして、同社のメッセージ配信を中心とするコミュニケーションシステム、ウェブキャス t と、当社のゴールデンリストを組み合わせて提供することで、サービス力の強化および販路拡大を推進しております。 最後に、えー、いくつかトピックスをご紹介させていただきます。<laughs> えー、まず一つ目ですが、この夏にリリースした構想から約3年をかけて開発,し開発をした AI コールセンター PBXCTI システム、えー、Bloom について、えー、簡単にご紹介させていただきます、えー。本サービスはお客様の反応もよく、えー、リリースが残念ながら約1年半。 支援したもののリリース後、わずか2か月で導入者数,は者,数者数は6社、9月末の契約数は275チャンネルと好調なスタートをしております。本システムは自動要約機能の AI エンジンを搭載しておりまして、AI 技術を活用し、コールセンターの受発信業務の効率化や品質向上を実現する新しいシステムです。なお、当社では従前よりハードフォン型のエニープレス、 ソフトフォン型のコラボスフォンを PBX-CTI システムのプラットフォームとして提供しておりますが、今回のブ l o o m は最新型のシステムとしてこれらの、これらのラインナップに加えるものでございます。音声認識,認識、自動要約、スマホへの対応、チャットの機能の搭載等で、またプラットフォームは AWS を採用し、 完全上昇化構成となっております。<laughs> トピック二つ目としましては、十一月に二つのシステムのバージョンアップを完了しております。一つ目のゴールデンリストは、企業が保有する顧客データや購買データからいつ誰にどのような商品が売れるのかといった分析データを導き出して、購買意欲の高い購買の可能性の高いお客様へ。 向けて効率的なマーケティング施策を可能とするデータマイニングサービスとなりますこちらにつきましては主に4点改良しデータの自動加工を可能にし分析スピードを向上し操作性の向上も実現させております2つ目のコラックスはよくある質問を蓄積し活用するためのシステムで企業のホームページのよくある質問として公開したりオペレーターが回答する際の検索システムとしても 利用可能できる、利用できるシステムでございます。こちらにつきましても、主に4点改良しております。ユーザーインターフェース、いわゆる UI の改善、サーバーの強化、機能やデザイン性、機能の拡張を実現させております。また、コラスクはブルームと連携も可能で、連携することで f a 機のポップアップ機能、えー、等、 高価格帯の FAQ システムに匹敵する機能を利用することができるようになっております。本大型バージョンアップは顧客満足度の向上や利,益利用率のアップ、受注率アップにつながるものと考えておりまして、これらの売り上げについても今後、伸びていくと考えております最後のトピック3つ目になります。 近日リリース予定の渦についてご紹介いたします。本サービスはコールセンターに集まる顧客の声を分析し、ツーアルコンベースの顧客の声ですね、刺さる言葉をリコメンドして、レコメンドしてし、SEO 対策ですとか、リスティング広告、チラシ、ダイレクトメール等に活用するサービスでございます。 サービスの特徴としましては、チャット GPT と連携しまして、独自のエンジンを積み込んで、広告タイトル、キャッチコピー、メールマトークスクリプトの作成等が可能になっておりまして、ホールセンターに集まる声を分析して、キーワードを発揮するサービスとなっております。 ターゲットのマーケットは、広告の市場、バナーの広告、リスティング広告になります。で今後です、ね、クッキー等の情報が活用できなくなってきておりますので、コールセンターに集まる通話録音、お客様の声の情報は、市場価値がより高まると想定しております。 お客様が得られる効果としましては、航行数削減ですとか、売上アップといった効果が見込まれる予定でございます。<laughs> 最後にアペンディックスとして、当社が提供する価値や外部環境、SDGs への取り組みについて、資料にまとめておりますので、よろしければご覧ください。私からの説明は以上でございます はい。ありがとうございました。それでは、これより質疑応答に移らせていただきます。えー、改めまして、ご質問がある場合は、チャット欄ではなく、Q&A 欄にご質問内容をご記入ください。投稿されたご質問の中から順に回答をいたします、えー。なお、ウェビナー登録時に入力されたお名前でご質問が投稿されますが、送信時にチェックを入れていただくことで、匿名にすることも可能です。 また本日の説明会で使用した資料ですが、当社のホームページに掲載しております。チャット欄に URL を掲載しておりますのでご参照くださいませ。合わせて2023年5月10日に開示した中期経営計画の資料につきましても、チャット欄に URL を掲載しておりますのでご参照くださいませ。 はい、えー、それではですね、えっと、質問をいくつかいただいておりますので、えー、順に回答をさせていただきます。はいえー、まず1つ目ですね、えー、匿名の方からご質問を、えー、いただきました。3億円の借り入れをしているが、これによる、えー、これによる今期、通期の借り入れ利息の額を教えてほしい。えー、また、それは通期、 予想に織り込んでいるのかというご質問です、えー、こちらはいかがでしょうかはい、えー、ご質問ありがとうございますえ本質問に関しては副、えー、社長の青本の方から、えー、回答をさせていただきますお願いいたしますはい <laughs> えっと数字のご質問については私の方から えー、バイトさせていただきますが、えー、と3億円の借り入れをしている借り、えー、入れ利息の額ですね、えーとまあ、詳細な金額はちょっと控えますけども、まあ、今期での借り入れ利息の額はまあ100万程度ぐらいになろうかというふうに思ってますで。 ええー、まあこれをまあ通期予想に織り込んでいるかということに関しましては、あの折り込んでお、えー、ります。以上回答させていただきます。はい、ありがとうございました。それでは二つ目の質問ですね。えー、こちらも匿名の方からいただいております。第二四半期は発表している業績予想より少し良かったが、えー、そもそも保守的な予想だったのか。 ええー、通期予想も保守的と考えていいのかといったご質問です。えー、こちらはいかがでしょうか。はい。ええー、質問ええー、ありがとうございます。ええー、と同じく本質問も青本の方から回答させていただきます。<laughs> はい。えっ、ー、と第二四半期の予想につきましてはえっ、ー、とまあそもそも保守的な予想だったかと。 言われますと、えっとまああの、彼女も保守的に作っているということではございませんで、えっと、先ほど、えー、社長の方から説明いただきましたの5ページにも説明があるとおり、もともと4月から、Bloom、えー、等の新しいサービスがリリースされる予定でございまして、 えー、そのリリースに関わる焼、まあ、却費ですね、これがリリースが遅れたことによって、焼、えー、却費があ、まあ、逆に言うと少なくて済んじゃったということが、えー、と今期予想と、えー、違う部分が起こりまして、まあ、これによって、えー、業績修正というような結果になったということでございます以上です。 はい、ありがとうございました、えー。それではですね、こちらも匿名の方からご質問いただいております、えー。半管費が減っているが、社員数が減っているのか、今後の人員計画を教えてほしいといったご質問です、えー。こちらはいかがでしょうか。はい、えー、ご質問ありがとうございます。えー こちらも副、えー、社長の青本から回答をさせていただきます。はい、えっ、ー、と、販管費が、えー、と減少している部分はですね、えっ、ー、と、ページで言いますと、えっ、ー、と、10ページにもちょっと記載はございますが、えっ、ー、と、販管費が減っている理由としましては、あの 社員が減っているということではなくですね、まあ、社員は逆に昨年度比とすれば増えてはいるんですが、えー、っと、まあ、今年まあ予算赤字ということもあって、えー、しかも売上げは満たすということで、昨年度はえっと、まあ、コロナを中心とした、まあまあ、ある意味当社にとっては特需がございまして、その分のまあえっと人件費、まあ、いわゆる省与、 ですね、この賞与の支給額が、えー、と大きく前年度とは違うと、まあ、少ないと、今年の方はですね。と、えー、いうことと、えー、と昨年度は、えー、オフィスを、えー、と移転したあの手前ですね、えー、前のオフィスの臨時消却の減価償却、減価償却費が走ってたこともあって、ことしはまあそれがないと。 でしかも、移転したことによって、まあ、家賃等が減っているということで、まあ、半華費が減っているということになるのかと思います。以上です。はい、ありがとうございました、えー。続きましてもご質問をいただいております、えーえー。営業外収益の外部委託の負担金というものはどういうものですかといったご質問です。こちらはいかがでしょうか。はい、えー、ご質問ありがとうございます。 えー、本質問も副社長の青本から回答させていただきます、はいえー、と営業外収益の、えー、負担金収入というものはです、ねえー、と今回のブルームをええー、まを、あ、先ほど4月をリリース予定としたものが、まあ、結局8月ぐらいになったわけなんですけども、えー、この遅延した理由として、えーまあ、ここで えーまあ、4ヶ月の遅延した際のですね、えっと、いわゆる余分なコストを、えっとまあ、外部ベンダーともあの協議しまして、えー、一部、えー、外部ベンダーでもその4ヶ月分のコストを、えっと、持ってもらったものの収入というふうになります。なので、えー、我々が持ってる 費用自身は、えっと、4ヶ月分は繁華日の方に発生しているんですけども、えー、その分、ベンダーに負担してもらっている部分が、えっと、営業外収益というところで計上されているというものでございます。以上です。はい、ありがとうございました。えー、続きまして、匿、え、名、ー、の方からご質問いただいております。株価を上げるためにどのようなことに取り組む方針ですかといったご質問です、えー。こちらはいかがでしょうか。 はい、えー、ご質問ありがとうございます。えー、っとですね、はい、えー、株価に関してですが、<laughs> えー、まずあの、まあ、株価自体は、あのもちろん、市況の状況によって左右されるものであるとは思っておりますけど、まあ、当社の,あの、えー、PL というか、まあえー、が今期、えー、赤字の予想を出しておりますので、 いずれにしましても、まずあの発表させていただいている数字ですね、業績予想を並びに中継に向かって、ですね事業を進めていって、数字を着実に出していく、黒字にして、その後営業利益率を10%等に向けて回復させていくと。 えいうことで、えーまああの、そのためには今あ出している新しいサービス、えー、既存のサービスを着実に、えー、リテンションをかけるとともに、新しいサービスが売れていくことによって、えー、評価を得られるという,ようふうに我々考えておりますので、えー、こちらを着実に実施して、えー、いけば、ああ株価もお まあ、あのマーケットの状況にもよる部分はありますけど、えー、ご評価をもう少しいただけるような状況になってくるというふうに考えて、えー、事業を拡大していこうと考えております。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました、えー。はい、続々といただいております。えーえー、はい、えーえーっ 全紙機に計上されたコロナ関連のスポット公共案件の売上高をご教授くださいというご質問です、えー。こちらはいかがでしょうかあはい。あともう一つ。もう一ついただいておりますね。ブルームの足元の月次売上高と、来期以降の売上イメージをお知らせくださいということで、えー、同じ方から二点質問いただいております。こちらはいかがでしょうかはい、えー。ご質問ありがとうございます。 えっとですね。と前の同じ期4、四月から9月ですね。コロナ関連の、えっ、ー、と、売上ですね。ちょっと正確な数字は今、正確には答えるのが難しい部分はあるんですけど、うん、えっとですね。まあ、大体でございますが、 あえー、主にエニープレス、えー、コラボスポン、それと CRM が関わっておりまして、えー、トータルですと、約、えー、っと、なくなったというか、まあえー、部分が、まあ、2000万から3000万 ええーうん、まあ、2000万、3000万から4000万ぐらいですね。ええー、と、おまあ、あったものがなくなったという感じではございます。はい。えー、今、ページにも出ておりますけど、 まあちょっとコロナ関連以外の部分もあるので、コロナ関連だとまあ大体そのようなイメージでございます。はい。それと、えっと、足元のブルームの、うん、と、の、あ、の売り上げとかですね。はい、えっと、ブルームの月次の売り上げとか、約ですね、あー、 足元ですと、約月次で300万ぐらいになっております。先ほどちょっとお話もさせていただいたんですけど、まあ300万ぐらいになっております。で来期以降に関しましてはあ、えっと、こっち、ここから加速させていきますので、えー、やはり月の売上高で少なくとも1000万単位で年間あの億単位の売上に持っていこうと。 ということで、えー、事業の加速を進めております。はい。はい、以上で回答とさせていただきました。はい、ありがとうございます。えー、それでは、はい、こちら、匿名の方からご質問いただいております。えー、ライバル会社との競合状況について教えてくださいといったご質問です。こちらはいかがでしょうか。はい、えー、ご質問ありがとうございます。えー。 そうですねちょっとサービスがいくつかありますので、えー、大きなところですといわゆる、まあ、電話系のサービスですね、こちらに関しましては、大、え、体、ーいい、競合、えー、以前い、過去ちょっと乱立したことはあったんですけど、今、だいたい競合のメンバーは決まっておりまして、えー、その中で、えー、案件を、 国内ですと取り合うというような状況になっております。で我々としましては、えー、我々の事業の,、まああの、我々というか、まあ、当社の、やっぱりもともとの創業が、まあ、音声を扱っているところから来てますので、この音声をに一日の長を持っておるということで、この音声のプラットフォームを強化しながら、 周辺の事業でお客様の売上利益に直接貢献するような新しいサービスを作っていくと、音声を使ったんですねで。プラットフォームに関しましては、そこをつなげて、えー、プラットフォームの売上も上げながら、お客様には、えー、プラットフォームを使っていただいた上で、音声を使った新たなデータの分析サービスとかあを使っていただいて、えー、そこの を我々のエッジというか、まあ、特徴として出していって全体の売り上げを上げていきたいという構想で進めております。で特に、えー、プラットフォームに関しましては、b ブルームをリリースしまして、えー、それ以外のグロース g l 等もリリースし始めて、今単独でサービス展開をしておりますが、ブ、え、ルームをリリースしたことによって、えーまあ 他のサービスとの連携も、かなり、まあ、次のちょっと段階に入ってくるんですけど、開発のですね、えー、まだちょっと完了はしていないので、えー、そことの差別化を図れるようになってきていると思うので、まあ、今のところ、ブルームをリリースして、まあ、そこだけ見ると、競合とまあまあ切磋琢磨している状況ではございますけど、えー、今はそういう状況でございます。 で今後、サービス関連権を図ることによって、えー、全体でお客様に付加価値を高いものですね、提供していく。それによって、えー、競,合競合との差別化ができて、えー、全体の売上とマーケットシェアが取れるというストーリーで、えー、事業を進めさせていただいているという状況でございます。はい、ちょっとあの具体的な こしゃこしゃの名前はちょっと出すと、あれなので、えー、控えさせていただければと思います。はい、以上です。<laughs> はい、ありがとうございました、えー。その他ご質問はございませんでしょうか。ご質問がございましたら、チャット欄ではなく、<し> Q&A にご質問内容をご記入ください。投稿されたご質問の中から順に回答いたします。 なお、ウェビナーご登録時に入力されたお名前でご質問が投稿されますが、えー、送信時にチェックを入れていただくことで、匿名にすることも可能です。はいえー、とそれでは、ご質問もないようですので、えー、質疑応答を終わらせていただきます。えー、以上で、2024年3月期第2四半期決算説明会を終了します。こちらのウェビナー終了後、アンケート画面が表示されます。 今後の決算説明会の開催方法について参考にさせていただきますので、ぜひご回答いただきますようお願いいたします。また、当決算説明会の録画動画及び書き起こし記事につきましては、後日当社ホームページに掲載する予定でございます。それではご視聴いただき誠にありがとうございました。失礼いたします。